はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、かえりさんちへようこそ。はい。iPhone ね、最近新しく、iPhone12 のプロと、あとミニっていうのが、まあ、発売されるよっていう話を、まあ、テレビとかで出たし、まあ、YouTube の方たちで、アップル信者の方たちでね、まあいろいろと、どういう性能なのかとか、大きさはどうのこうのっていう話を多分していたはずでございます。とは言っても私はね、アップル信者ではないので、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいい。だからそのね、アップルでも一長一短もあるし、アンドロイドでも一長一短があるんで、まあどっちがいいかっていうのはまあ人それぞれ、ですよね、やっぱ今までアンドロイドの方をやっていて、まあ、2台持ちしてる方もいらっしゃると思うんだけど、Android と iPhone 用と持ってるよっていう人がいると思うんですけど、まあね、やっぱ Android よりかは iPhone の方が優れてるっていう、まあ、イメージがあったりとかするし、なんだろう、やっぱそれなりにいいアンドロイドとは違うものがあったりとかしてて、レンズがいいだとか、あとね、録画とかカメラ、録画とかそういうのをうまく綺麗に撮れますよとか、あとね、まあアンドロイドとは違うアプリ、共有されてない部分があると思うんですけど、アプリでね。で、iPhone にしかないもうアプリであると思うんですけど、どうなんだろうね。楽しい。iPhone 持ってないんで、私の場合ね。なので、便利かどうか、その他もろもろは分からないです。多分いとこの方は iPhone 持っていると思うんだけど、その辺のことはどうだか分からない。そのキャッチボールができないですね。LINE とかで iPhone ってどうなのとかね、機能的にはどうって、 Android とは違うの、まあ、3つ4つぐらいこう、ね、疑問形で返すんだけど、すぐには返ってこないですよね。まあ、仕事してるからっていうのもあるし、子供もいるね、もう1歳ぐらいだと思うんですけど、なので、手がかかるから、まあ、LINE のね、まあ、LINE でもさ、重要性じゃないのかどうかっていうのは、まあ、本人次第なんだけど、仕事関係だとね、やっぱすぐ返すと思うんだけど、仕事の話でもないし、私の場合ね、携帯の話だし、携帯っていうか、まあスマホの話だし、で機能がどうとかこうとかっていう話だから、まあ優先順位が多分下の方だと思うんだけど、で本当に1週間後ぐらいにやっと一つだけ返ってくるっていうことがあるんで、まあ当てにしてはいません。いいとこがね、使用状況がどういう感じなのかなっていうのは、使った人じゃないと分かんない部分があると思うんですね。 Android もそうだし、ね、Apple のパソコンも含めてなんだけど、
も逆にそう、そうだね、アンドロイドでしかそのやりたいアプリがアンドロイドでしかなくて iPhone の方にはなかったりだとか、あの対応されておりませんとかっていう風になってたりとかしてるんで、結局2台持ちになっている人もいたりとかするみたいですね。そのやりたいがあったのに、やりたいアプリとかさ。で、まあまあ、どうなんだろう、どっちが作れてるとかっていうのはないと思うんだけど、iPhone とね、Android。どうなんだろうね。まあもちろん、もちろんね、あの、どっちかが優れてるんだって思う人も、まあ中にはいらっしゃると思うんだけど、ね、どうなんだろう。まあ私もね、旦那さんどうしようかなっていう話をしてて、iPhone 使ったらとか言われよく言われています。で、なんでって言ってたら、だって俺が使いたいもんって。いや、あんたが使いなさいよって。あんたが買いなさいよって、まあ言ってたり、そういうやり取りをしてたりね、しています。まあね、そういうやり取りができるから、まあ仲がいいかっていうと、まあ仲いいんですけど、まあね、まあまあどうなんだろうねっていう感じですかね。やっぱ評判はあるよね。あの iPhone もそうだけど、でかいのか、その Android のあの大きさ、ミニがもともと大きさなのかな。で、ね、普通のがプロの方が一回り大きい、まあ分かんないけど。で、大きいのはどうなんだって、持ちにくくねえかっていう話もあったりとかなかったりとかするけど、っていうのが考えてます。で、もうね、アンドロイドも最近あれだよね、縦長になってるよね。最近のどん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 伸びてるなってちょっと思ってて、まあ、その方がなんだろう、電話するときに結構ね、喋りやすかったりとかするのかなっていうのもあるだろうし、まあそういう、まあ見やすい、ネットとかでも見やすいのかなと思うんだけど、まあ今まで通りの方がいいんだけどね、本当はね。でもまあ iPhone ってあれだね、今までというかさ、その一番盛り上がってたのってどの辺なんだろう、5とか6とかね、最高 iPhone の最高傑作と言われているのはどのあたりなんだろう、6とか7とか。だんだんとね、その12とか13とかになってくると、だんだん性能的に落ちてくっていう風に言われかねない時もあったりとかするし、なんとも言えないよね。期待値が高いほどやっぱりいい性能とか使いやすいものをっていう風に考えてしまっている部分があるからさ、まあそう考えても仕方ないけどね。まあ私は iPhone 信者ではないので。期待値はないです。ただ本当に好みですよね、ある意味ね。まあ本当に iPhone がブランド化しちゃっている部分があるから、
持ってないやつはねえ何なのって思う人もいるだろうし、うん、って思えるんですけど、皆さんどうでしょうか。もしよろしければご意見いただけたらと思います。はい、あとに芸能話、芸能ネタも、サブチャンネルの方でやっていますので、かえでさんちっていうので多分検索すると、かえでさんち芸能っていうと多分出てくると思うので、もしよろしければ登録もお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。